はい、おはようございます、ママです。最近ウバ活中に少し恥ずかしいことがあったので、今日は皆さんにお話をしたいと思います。その日はいつも通り蒲田周辺でウバ活をしていて、お昼過ぎぐらいにあるお寿司屋さんからピックアップの依頼が来たんですね。ピックアップが完了して配達先を確認したら、住所やマンション名なんかが出てくるんですけど、なんかやたら南国系というかパラダイスっぽい名前のマンションだったんですよ。とりあえずその住所へ向かって行ったら建物が見えてすぐ納得できたんです。そう、ラブホテルでした。ラブホテルから配達頼まれたわけなんですよね。しかも部屋番号指定だったんです。そんなことあるんですかね。ホテルで注文したりするならわかるんですけど、あえて Uber Eats で頼む、結構あることなのとか、いろいろ混乱したんですけど、とりあえず、まあ、商品持ってますしホテルの中に入ったんですけど、さすがに部屋直行はなんかまずいのかなと思って、一応受付に預けて番号を伝えてホテルの方に届けてもらうのがなんか一番スムーズかなって思ったんですね。それで受付に行って、その〇〇号室にデリバリーで呼ばれたんですけどって言ったんですよ。そしたら受付の方に、はいどうぞって言われて、なんかわかりますかね、完全に多分勘違いされたんですよね。私の多分デリバリーの言い方が良くなかったんですけど、そりゃそうだよなとか思って、お寿司の出前で呼ばれたんですって言って誤解を解こうとしたんですけど、そしたら受付の方が少し戸惑いながら、はいですから大丈夫ですよって、要は私がデルヘル城に勘違いされてると勘違いしていたようですね。うわ恥ずかしいとか思ってたんですけど、でもね、受付の方にはいどうぞって言われてるんですよ。そのまま自分で部屋に配達するように言われてるんです。私が部屋の方まで届けに行かなきゃいけないの、マジか気まずいとか思いながら、結局エレベーターで上がって部屋の前に到着して携帯見たら、置き配じゃなくて直渡し指定になってて、本当に戸惑いしかありませんでした。でも仕事ですからね、もうしょうがなくインターホン鳴らして、そしたら20代ぐらいのお兄さんが T シャツとパンツ姿で出てきて、無事にお寿司渡しました。ズボンぐらい履いといてほしかったんですけどね。短距離の配達だったんですけど結構疲れちゃいました。はい、ということで本日は私がある意味デリ嬢になったお話をさせていただきました。皆さんもウバ活で変わった経験をしたことがあったらコメントで教えてください。グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。